の打ち上げでございますが、435万トンのうち、コンクリートでありますとか津波で運ばれてきました土砂、こういったものについては現地で極力復興施策として活用したいというふうに考えてございます。それが約170万トンぐらいございます。その他に鉄くずといいますか金属類が、多数ございまして、これについては分別して